あ、サポートセンターの西谷です。西宮市万智谷の住宅街、一人の男性が一軒のお宅を訪ねていました。家主と挨拶もそこそこに、庭の掃除や家庭菜園に肥料を入れたり、部屋の荷物整理などテキパキと慣れた様子で作業をこなしていきます。実はこの方はシニアサポートの提供会員。シニアサポートというのは、地域のシニア世代の方が同じシニア世代をお手伝いする活動です。最近体が動きにくくなったと感じる方が、ちょっとしたお手伝いを会員にお願いしているのです。活動内容は、専門的な資格を必要としない身近なこと。シニアサポートは、ありがとうが支える困った時の相互フォロー、手助けを必要とする誰かのために互いを支え合う仕組みだといいます。シニアサポートの活動時間は、原則平日9時半から4時半の間の1時間から2時間程度、週1回から年に数回という人まで、それぞれの都合に合わせて様々です。一つはリタイアしたのと、どっちか言ったら好きなもんですから、ボランティアっていうんですかね、半ボランティア的なこと好きなもんで、で2011年ですかね、入会させていただきましたね。喜んでいただけるんと、自分も楽しい、逆に家内にたまにはうちもサポートしてって言われますんでね、そのギャップがちょっとね、ですからたまには休みの日はたまには掃除してますよ、家でもね。高齢化社会を迎える中、退職されてもまだまだ元気に仕事ができる方はたくさんいらっしゃいます。そんな元気なシニアの力が求められています。今日はシニアの力を生かしたまちづくりの取り組み、シニアサポートの事業を見ていこうと思います。ちょっと、一日中ソファーでゴロゴロしてテレビにかじりついて。ああ、そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。引退してからやることがないんだよ。何か見つけたら、趣味とか。今さら新しい趣味って言ってもな。じゃあ、これに行ってきたら。シニアサポートセンター？なんだこれ。まだまだ元気なんだから、人の役に立つことでもやりながら新たなコミュニティ広げたら。新たなコミュニティね。11月鳴尾公民館、シニアサポートの会員登録説明会が開かれていました。登録説明会は市内の公的施設などで定期的に開催されているといいます。シニアサポートセンターのスタッフから、その仕組みや意義について具体的な説明がされます。会員は2種類に分けられ、サポートする会員を提供会員と呼び、おおむね60歳以上の方を対象としています。サポートを受ける会員を利用会員と呼び、65歳以上の方が対象となります。興味を持った人が登録を検討しています。登録会では、さまざまな不安も丁寧に解消してくれる相談にも答えています。利用したい、または提供したいと思ったら、その場で登録用紙に記入して会員になることができます。初回はスタッフが同行して顔合わせやサポートを行うので、初めてでも安心です。シニアサポートのチラシを手に取って、
どんな活動かなというのに興味を持たれても、なかなかそのチラシを読んだだけで、シニアセンターに電話をして登録をするというふうなことにはなかなかハードルが高いと思うんですよね。どんなことをするのかというふうなことを説明してもらえる機会があれば、それを聞いてよりよく内容を分かった上で登録したいというふうに思われるだろうと思いますので、こちらから出向いていって、こういう機会を設けて、シニアサポートの具体的な活動の中身をご説明申し上げるというふうな趣旨で説明会を開いております。できることをできるときにできる範囲でやるっていうのが趣旨ですから、本当にご高齢の方が、私は腰が痛いからあんまり家の中の掃除なんかできへんねんけれども、話し相手だったらできるよっていうふうなことで話し相手の活動なさってる場合もあるし、特に適性を問わないような緩やかな活動やと思います。本当に誰でもできる活動しかしてないですし、この活動っていうのはもう市民同士の助け合いの活動ですから、こういうのが地域に広がれば広がるほどみんなが幸せになっていきますんで、もうできる限り多くの方がこの事業のことを知ってもらって、提供会員に登録いただいて、一つでも多くの、その助け合いが成り立てばいいなっていうふうに思ってます。シニアサポートの活動を知ってもらうため、このような説明会を定期的に開催しています。興味を持ってもらえる人を増やし、利用会員や提供会員を増やしていくことが狙いです。シニアサポートは助け合い活動です。登録料は無料、ただし活動は有償で、提供会員には利用会員から1時間あたり500円、つまりワンコインと交通費が支払われます。活動内容は例えば庭の掃除、通院や買い物の付き添い、家具の移動、電球の交換などのほかに、お話の相手といったものまで実に多彩です。一方で介護や家事に関わるようなこと、例えば車椅子のサポートや定期的な炊事洗濯は含まれていません。まさに日常のちょっとした困りごとをキーワードに活動しています。しかし人と人、高齢者と接する事業であることから、介助や介護との線引きが難しいといえ、さまざまな議論をする必要がありそうです。このような活動を管理し取りまとめているのがシニアサポートセンターです。シニアサポートセンターという場所は一体どういうところなのでしょうか。シニアサポートセンターはシニアサポート事業を運営する事務局で、西宮市が生活協同組合コープ神戸に委託しています。新規会員の登録を案内したり、登録者に活動内容の説明も行います。利用会員からの支援依頼の申し込みを受け付けたり、提供会員を紹介しています。一方、提供会員には活動依頼を行ったり活動報告を受けます。人と活動をつなぎ、さまざまな調整を行うコーディネート業務を行う場所なのです。西宮市がやはり高齢になっても地域で生き生きと暮らせる、活動できるっていうところをちょうど考えているとき、模索しているときに、コープ神戸では助け合い活動というのを長年やってきていますので、それに注目をしていただいて、その内容を使えないかということでご相談をいただき、西宮市から受託を受けて活動を進めています。少しお体が悪い、お怪我をされたりとかして、今までやってたことができなくできづらいということで、そのお怪我が治るまでのお手伝いだったりとか、あとお話し相手、見守り、それから病院の付き添い等が、とあと窓拭きとか、ちょっと簡単なそういうお掃除が多いです。
提供会員さんの方はやはりあとお宅を訪問して、ああとっても綺麗になったわ、もう気持ちがいいわとか、ありがとう助かりましたっていう言葉がすごい嬉しくて、モチベーション、やってよかったっていう気持ちになるようです。それで課題としてはやはり利用される方が600人とありまして、提供会員さんの方が少ないので、やはり担い手を増やして今後増やしていくというところは課題にとして今受け止めています。これは提供会員通信といって、シニアサポートセンターが刊行している冊子です。シニアサポート事業は会員のサポートを行うだけではありません。このような冊子を配布したり、定期的に集まりを開くなど、日々工夫を重ね、提供会員同士のコミュニティを形成し、結束を強め、孤立せず、サポート体制を強化することなどが考えられています。あなた、活動を始めてからなんだか楽しそう。いや、引退してからこんなに皆さんの役に立てるとは思わなかったよ。友達もたくさんできたし。ああ、そうだ。今度な、みんなと街歩きに行くんだよ。へえ、よかったわね。あ、そうだ。お前も会員になって一緒にサポートしてみないか？あなたのサポートだけで十分よ。あ、それを言うなよ。12月、阪神西宮駅、たくさんの人が集まっていました。皆さん歩きやすそうなスニーカーを履いています。今日はシニアサポートセンター提供会員の集い、西宮の街を歩いて交流が図られるイベントが行われるそうです。こうしたイベントを実施することで、提供会員同士の絆や結束が高まっているといいます。会員の皆さんが社会に参加しやすい状況を作り、自分の力を誰かのため、そして自分のために使うことで、心身とも健康を維持してもらいたい。それがシニアサポートセンターの願いなのだそうです。皆さん、いかがでしたでしょうか。西宮のシニアサポート事業は、地域で暮らすシニア世代がお互いに助け合う活動なんです。ちょっと手伝ってもらったら助かるなというシニアと、ちょっとしたことなら手伝えるなと思う元気なシニアとをつなぐ取り組み、手助けを必要としている方に助けたい気持ちを橋渡ししてくれるっていいですね。これを機に、あなたもシニアサポートに登録してみませんか。まだまだ皆さんの力が必要とされています。きっと活躍の場が見つかるはずです。シニアサポートは生き生きした社会づくりの一つ、つながりの始まりです。さあ、今こそ経験豊富なシニアの力を結束させましょう。